皆様おはようございます。この動画の撮影をしているのは2023年の年末です。2023年最後に買っちゃいました。そして届きました。冬の防寒対策といえば、私はねやっぱりダウンコートだと思うんですよね。ウールとかのコートよりも断然ダウンです。ただ高いのって高いじゃないですか。私ね今ダウンコート2着持っていて、1つがブラックで1つがネイビーです。でベージュ系のちょっと明るい色のダウンコートが欲しい欲しいと思いつつも、結構何年か経っていて、でもね今年ネットで調べていた時に一目惚れしたコートがあったんですよ。それを購入し届いたので今から開封していきます。いやードキドキです。こちらです。はい、ノースフェイスのコートを今年は買いました。ノースフェイスって結構アウトドアで使用されている方が多いなっていうイメージだったんですが、ネットで見た時にね、あ、これかわいいと思って、ただね値段が値段なだけに、はい、見せちゃいます。6万6000円です。ただネットで見ただけで落ちるのは勇気がいったので、実際店舗に見に行きました。で試着させていただいて、もうね着た瞬間、うわ軽っていうのが最初の一言だったんですね。で着た瞬間、あ、私これ買うって思いました。ちょうど試着させていただいたのが仕事に行く前の時間だったんですね。で今これを店舗で買って、このままね大きな袋を下げて仕事に行くのもなと思って、ネットで買おうということで、もうね買うって決めてはいたんですが、やっぱりね値段が値段なだけに、こう最後の一ポチ一押しが、もう言うても10分15分ぐらいかな、悩みました。もうこの一押しを押したらもう私は大金を使うことになる。でも心のどこかではもう買うっていうのは決めているんですよ。でもやっぱり最後の一押しが勇気がいって、でも買うポチみたいな感じでポチしちゃいました。色はですねフォールンロックというお色です。ベージュとこうカーキを足して2で割ったような、そんなお色ですね。でサイズも中に着込みたいので M か L かすごく迷ったんですね。ただ最初に M サイズを着させていただいて、もう自分にぴったりのサイズだったので結局 L サイズは着ずにもう M サイズで決めました。実際これ着てみた方が分かりやすいですよね。では今から試着します。今ね前のチャックを外して、あ、そうだったって気づいたのが、これねザ・ノースフェイスの袋がついてるんです。ということはこのダウンを折りたたんでこの袋に入れることもできるんですね。ダウンを持ち歩くってことはなかなかしないと思うんですが、すごく便利です。あと気に入った点として、私はもう防寒対策が一番の目的でダウンコートを購入しているので、この襟の部分にもしっかりと防寒対策が施されていますし、ここの袖口ですね、自転車乗ったりするときにこの袖口が広いと中にね風が入ってくるので、これはねしっかりとね袖口が絞られているので、これもこのコートを買った決め手になります。でこのノースフェイスのロゴもね目立たないなっていうところも、結構私にとってはなんかザ・ノースフェイスって書いてあるよりはいいかなっていう感じです。では着てみます。いや本当軽い。これねコート試着しに行った日に、私は、名前は出さないんですが、まあ、プチプラファッションのお店のコートを着ていたんですね。でそのコートを脱いでこれを着たから余計に、うわ軽い、やっぱりねいいやつはいいって思いました。はい、こんな感じです。
これこれ、この首元もね、中に風が入ってこないようになっています。チャック閉めてみます。袖の長さもちょうどいいし、チャック閉めるとね、すっきりと着れますね。もっと上まで閉めると、あまりね、上まで締めるとね、ファンデーションがつきそうでちょっと嫌だなとは思ったんですが、この一番上までチャックを締めると、もう首元もね、すっぽりと覆われますので、マフラーいらずです。今って結構ショート丈のダウンコート流行ってますが、やっぱりね、私ね、長さがあった方がこう腰回り、あとお尻もすっぽりとね隠れた方が寒さ対策、私本当に寒がりなので、冬はね、いいかなと思いまして、こちら購入しました。あとはですね、先ほど黒とネイビーを持っていると言いましたが、その2着もご紹介いたします。ブラックのダウンご紹介します。黒のダウンはモンクレールです。もうね、何年前に買ったかすら覚えていないですが、もう結構前ですよ、5、6年ぐらい経ってるのかな。それぐらい前にこれもね、奮発して買いましたけれども、とってもあったかいので買ってよかったです。こうウエスト部分が少しね、あのキュッと締まっているところもお気に入りです。ただね、これがね、職場に着ていくと大体ね、いいの着てるねって言われるんですよ。なので、あんまり職場には着ていかないようにしています。でもこれもね、ほんとあったかい。やっぱりね、高級ダウンは違うなっていうのを実感したのが、もうこれを買った時だったんですね。こんなに高いコートを買ったの初めてですもん。っていうか、もうこの先も一生買えませんよ。もう一生大事にします。ラスト、ネイビーのコートはタトラスです。このタトラスはモンクレールよりも全然軽いですので、私は一番これも着てますね。仕事もそうですし、プライベートも、あとトレーニング行く時もこれで行ってるっていう感じも、とにかくもうこれは重宝しております。なので今回もタトラスはモンクレールよりも、まあ、モンクレールの半額くらいの値段で買えますので、とってもこれもゆきちさん10人ぐらいはしたんですが、なのでタトラスでベージュ系のコートを買おうかなっていうのは数年前から考えていたんですけれども、まあ、今回はノースフェイスで一目惚れしたコートがありましたので、もうこの3着さえあれば私一生分のダウンを揃えたって思ってますので、もうダウンコートはこの先買いません。もう一生分が揃ったので、この3着で毎年冬を乗り切っていきたいと思います。まあ、あの普段はね、プチプラの服ばっかりで、まあ、これもユニクロのニットで1290円ぐらいで買ったんですね。あのいいお洋服を買っても汚れて、その汚れが取れなくなっちゃったりとか、何かこう引っ掛けて破いてしまったりするのが嫌だなって思いもあって、私も服はプチプラばっかりなんですよ。でも着直してボロボロになったら手放すっていう方向で、あの服はとにかく安い方がいいっていう考えなんですが、ダウンコートだけは別です。今回もね、まあ安いお店で6000円ぐらいのダウンコートを、あーもうこれでもいいかなって思った時もあったんですが、やっぱりね、防寒としてはちょっと頼りない感じもありましたし、とにかくね、重いんですよね、コート自体が。で、そのお店で見た後にノースフェイス行くと、いや、やっぱりね、いい値段するだけあって、それだけのメリットというか価値があるコートだなっていうのを感じたんですよ。まあ、本当に高い買い物にはなってしまったんですけれども、今回思い切って購入したので、一生大切に着たいと思います。やっぱりダウンはあったかいですね。ということで、今回も動画最後までご覧いただきましてありがとうございました。よければチャンネル登録よろしくお願いいたします。
それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。